で、去年の3月11日の震災から早くも1年を過ぎておりまして、で今まで、マスコミからあるいは政府の情報から、得た情報ではもうすでにこの、震災とかおよび原発のことはもう時間なくなっております。で、皆さんの生活はもうすでに平常通りに、普通通りに戻っているかというような印象を、与えていますけれども、実際にそうなのかどうか、今日は皆さん、実際の話を、話していただいて、果たして政府通り、政府とマスコミと同じように、生活は普通に戻っているかどうかということを教えていただきたいですね。体育の授業
映像でビデオで見れるものは本物を見ないでビデオで見て学習するとか、本当に制限が多くてできないものも、実際自分で栽培したものを食べたりする活動もあるんですけど、ダメだということで、育ててもそれはダメ。